デビットカード審査ないぞ。なんか、クレガ持ちたくないんだよ。俺。持ちたくないの。青みたいに使っちまうから。便利だ。もう、もちろん俺も持ってた時あるけど、まあ、便利だったよ。てか、もう持たない意味がわかんない。<laughs> 一番恥ずかしいのはさ、なんか、まあ、飯とか食ってて、まあ、例えば10万の飯食うとすんじゃん。そこに、で、現金で払う格好悪さね。 あれが、あれほんとかっこ悪いよな。じゃあカードでっつってさ、スマートにさ、会計すればいいけどさ、女の前でさ、人差し指ベロでベロって舐めてさ、パチ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 して、あのボンって出す、あ、あの恥ずかしさな。それは恥ずかしいよ。俺もわかるよ。人差し指ベローって舐めてさ、じゃ今の1マンての物の例えな。 俺は財布の中に1000円分のウェブまで20枚円くらい仕込んでるぞ。それだったらカード持つや。それだったらそういう環境にならざるを得ないんだったら俺カード持つわ。おま、俺以下を見つけた。よかった。俺以下がいて。上限10万にして公共料金もそれだから、ちなみに俺の公共料金月10万くらい余裕で超えてるからだあのー、今もそうなんですけど、僕、もう半年間、エアコン、上も、上の階と下の階、 付けっぱなしなんですよ。月のまず電気代だけで2万6千くらいいくんで、僕。ま、あ犬飼ってるしね。<laughs> コンビニ払ってるよ。金塚いじゃねえか。<laughs> あ、確かに。俺、ね、クレジットカード持ってもよくないだってクレジットカード持ってない、なくてもさ、金使わない荒いんだからさ、クレジットカード持っても変わんないくね俺今すげえ腑に落ちた。俺クレカ作るわ。俺意味ねえわ。 携帯料金もなちょっと、どぎちい携帯料金払ってんだよね。どぎちいぞ、携帯料金。俺さ、ここだけの話ね。エロ本を、インターネット、あの、ソフトバンク決済でバカバカ買ってたの、エロ本。エロ本だけで月4万くらい使っちゃってさ。ねえ、なんでさ、エロ本ってあんな高いのねえ。俺、エロ本に月4万くらい払ってんだけど、エロ本。 マジだよエロ本だよ本当のエロ本だよソフトバンクのさ、キャリア一括決済でさ、バカバカロ本買ってたらさ、あれ何今時。違う、なんかさ、あれなんだよ。ああ、これじゃぬ、あのさ、パッケージ買いするわけじゃん、ロ本を。ほんで、あ、全然ゴミみたいな。 あれだなっ、つって。そんでまたさ、他のものをパッケージがするわけよ。高えの一冊800円、そう、800円消するんだよんでさ、ね、一回のオナニーに5冊ぐらい使うわけじゃん一発4000円よピンサロリーの人らしいからねふざけんなって思いながら今、いつもエロ本買ってんだよ。エロ本一発4000円よ VR の AV 見てるのなんか VR の AV とことなんかあの興奮しいんだよな。な一時期はね、業界を賑わしてたけど、全然興奮しいんだよな。だってうそういうさ、人間関係とかがわわしいから、画面の向こう側でいてほしいのに、こっち来んなよと思っちゃうんだよね。<laughs> で、こっち来たらお前らに気づかなきゃいけなくなっちゃうじゃん。 気使わないでいいから楽なのに、なぜ出てくるんだ画面から。画面から出てこられちゃったらさ、中に入っちゃったら気使うじゃん。